こんばんばはバードインセクトの林です新しいシリーズで「変態」を紹介するっていうシリーズを始めようと思いましてものすごいこれは本当に敬意を込めた表現としての「変態」なんですけれどもまあこの写真業界カメラ業界にいると。 結構まあ変態的な人っていうのはいっぱいいるんですよね。とかまあ、なんていうんですかね、この平均の変態レベルが高いというか、僕も本当に変態になりたいというふうに思い続けてきましたが、やっぱ変態になりたいって思っている時点で凡人なんですよね。で、このカメラ業界、写真業界、本当に変態が多いです。僕なんかは、 ほんと変態レベル最底辺みたいな感じのもう凡人も凡人で一般的なフォトグラファーでもそれぞれ結構変態なんですけれどもそこからさらにもう17段ぐらい上の変態がこの宮崎忠康さんでございますすす宮崎忠康さん何がすごいかっっててうとですね一人でね人レンズを作っております。 え宮崎工学というメーカーを1人で立ち上げてレンズを作っているという方でですね最初に紹介するのはこの人だろうっていう感じなんですけれどももともとは改造レンズですね既存のレンズの例えばこうマウントを別のマウントに変えちゃうみたいな改造レンズというものを作ってらっしゃった方でそこからですねこう趣味が高じてというのかついに1人でレンズを作るようになるんですよね。レンズって基本的には 大量生産品ですあのライカであってもですねちゃんとこう自社工場を構えてそこにマエストロと呼ばれる、えー、作る人たちをですね育ててでこう作っていくわけですよねそれを一人でやるっていうカメラ詳しい方たくさんいると思います僕ももともと設計畑だったので普通の方よりはカメラについて詳しいと思いますでもレンズ作ってくださいって言われたら無理ですよねまず光学設計ができないといけない 光学設計ができた後もそれを実物にしないといけないいいとけけわですよね一つ一つのこうガラスを削ってそれを並べて外装で組み立ててピントとかも合わせられるようにしてレンズにしなきゃいけないってこれどんだけ大変な工程かもう何から始めたらいいかもわからないですよねそんなことをされているのが宮崎工学の宮崎さんです。ということで今回はですねこの宮崎工学どんなレンズがあるのか一緒に見ていきたいと思います。 こちらが宮崎工学の宮崎さんのお写真ですね2006年からオリジナルレンズの制作を開始ということで意外に最近だなというあの御年80歳近い方と考えると意外に最近始められたんだなというのを今知りましたえ本、ー、当大量生産のレンズと対極を成すレンズということで宮崎工学まずレンズラインナップ早速見ていきましょう 最近はですねこの漆のシリーズこれも凄まじい個性なんですけれども、えー、結構昔に作られた基本的なレンズから紹介していこうかなと思います特に僕が伝説的だなと思っているレンズをいくつか紹介しますまず。 こちら、ゾンネタールですね。宮崎工学さん、非常に生産台数が少ないので、公式のショップを見ても、ほとんどもう廃盤になってしまっています。えなので、中古で手に入れるしかない、または宮崎さんに直接ご連絡して、でレンズ製造いただけませんかというふうにお願いするしかないという状態になっているんですけれども、えゾンネタールの 50mmF1.1、残念ながらえ、公式の在庫ではもうなくなっているレンズになります。えー、ゾンネタール写り ちょっとマップタイムズさんの作例を借りて見ていきましょう映、えー、りの前にまずこのたたずまいですよねこれパッと見でも欲しい方いるんじゃないでしょうか 50mmF1.1 ながら非常に軽いレンズで何て言うんですかねほんと透き通ったガラスのような感じなんですよねまあレンズ全部そうか透き通ったガラスか本当に前から見ると本当にに何て言うんですかねまさに大光景っていう感じの。 ガラスしかないじゃんみたいな感じのレンズですこれは、ね、僕も一度中古販売店で見たことがあるんですけれどもその時ちょっとねやっぱ高いレンズ非常に高いレンズなんで買えなかったんですがこれは欲しいなというふうに思いましたゾンネタール 50mmF1.1 のマルチコートのものになりますねこのライカにつけた時のね佇まいがやばいね映、えー、りはですねこっちで見ていくと 何て言うんですかねこの写り分かりやすい作例あるかな例えばこれとか結構あれですよね本当にピント面が薄くてただ本当のピントのピントは結構改造してるんですよねただその周りからこう滲むようにふわっとぼけていくという感じのうーんかなりこうオールドレンズ下手するとそのトイレンズとかの 中間ぐらいに位置するような写りのレンズなんじゃないかなと思います。この何、えー、て言うんですかね？ま現代のいわゆるこう、端正なレンズと比べると非常に癖のあるレンズだと思うんです。けれども、この癖をなんかこうものにしていく感覚みたいなのは、なかなか今のレンズにはないんじゃないかなと思います。凄まじいボケ量ですね。50mm f1.1。 すごい綺麗なボケだなというふうに思います、えー、個人が作った個人の方が作ったレンズでしかもこの圧倒的な軽さ何グラムだこれうーん何グラムか分からんな買えるのか買えるのか買えないか何グラムか分かんないけどめちゃくちゃ軽いはずです300グラムぐらいじゃないですかねうわーすごいなこの作例すごくないですかこのボケ感 んなかなか見ないなこれで見ると、これ多分、結構すね、収差、?Y 曲収差が結構出てるなって感じするんですけど、いや、思った以上にシャープですね。すごい。真ん中がシャープで、 多分周辺に行くに従ってかなり滲んでくると。なんでこの辺はピントが合ってるけども、えー、そんなにシャープではないんですが、思ったよりも全然シャープですね。で、これ壁までの距離そんなにないと思うんですが、この爆発的なボケ量ということで、えー、レンズ自体の佇まいと相まって、写りもすごく魅力的なレンズだと思います。いやー、ゾンネタール欲しいなー 宮崎工学さんといえば一番有名なのがこのペラールというシリーズのレンズですね。宮崎工学のレンズの特徴なんですけれども非常に小型軽量で ちょっとオールドな雰囲気を出すレンズが多いです。その中でもこのペラール特に小さいレンズでして、17mmF4.5 っていうスペックですね。で基本的に l i カ a の M マウントのレンズで、すべてマニュアルフォーカスのレンズになっていますで。このペラール、見た目もさることながらですね、この宮崎工学の変態性が、これですね、手書きの説明書。 えなかなか最近手書きの説明書なんて見たことないと思うんですけれどもすごいのがこの手書きでさらにこの MTF と秀鎖まで載ってるっていうこれもう変態ですよね。 これもう何て言うかめちゃくちゃテンション上がっちゃうんですけど F4.5 の時 F8 まで絞ると F11 になるとこんな特性ですよっていうのがしかもちょっとこう解説されてますね F8 まで絞った時に性能アップピークになるピークが F8 だとえそして F11 だとおそらく中央の改造がちょっと下がって代わりに隅の改造がねアップするというような説明も書かれています宮崎さんのこの特徴がこの分体ですね ただの説明じゃなくてですね特徴とかを最初に書いてその後にちょっとね一言あるんですよここでは良いスナップをするにはファインダーを覗かず垂直に胸に構え対象に近づき裸眼で対象を見てシャッターを押すので生々しい表情が映りますということが、えー、書いてありますねみたいな何て言うんですかねこのレンズのキャラクターを 普通のメーカーさんももちろんレンズの説明するんですが、よりこう、レンズのキャラクターを、自分はこういうキャラクターだと思ってこのレンズを作ったんだっていう風に、こう、解説が入っているところが、なんかすごくこう、人間的で、まあ、レンズってやっぱ光学製品なんで、基本的にはその、向こうに人を感じることってあんまないと思うんですよね。でもこの宮崎さんのレンズはですね、ほんと宮崎さんのこのキャラクターが奥に感じられるのが、すっごい魅力的なんですよね。 ゾンンネタルにちょっと近いレンズ、えー、スペック的にちょっと近いレンズでですねわでもこれも在庫端なしになってる一昨日見た時あったのにえー、っとこれがですねイズムってもんですかねイズムの、えー、50mmF1 というレンズになっています重量さっき 300g ぐらいって言ったけど 178g ですよこれ 50mm の F1 で 178g でフルサイズって どう思いますそんなありえなくないですかありえないですよね。だってめちゃくちゃ今までの 50mm の F1 のイメージって言ったら僕の中でほんと約1キロみたいなイメージですね。 で、最近出た、えー、っとですね、フォクトレンダーの50ミ、mm、リ、フォクトレンダーのノクトンの50ミ、mm、リの F1 に関しても、いや、さすがに400グラムぐらいあります。えー、なのでこの178グラムっても持ってないぐらいの重さ、えー、iPhone ぐらいの重さだと思うんですけれども、それがいかに軽いか、いかに軽いかですね。いや、やばい。めっちゃ軽い。ビビった。 しかもですねこの商品説明にこれ手書きでも書いてあると思うんですけどウェブサイズでも、えー、なんかこうエピソードがあるんですよね「この時はあれですねアンジェニューのクセノンっていうレンズを持った時に重すぎたとなのでそれを軽くしたい」みたいなことが書かれているんですけれどもあそういう思いで作られたレンズなんだっていうことですね。 これはでももしかすると本当に全世界の 50mmF1 の中で最軽量のレンズなんじゃないでしょうか、えー、さっきのゾン,ネゾンネタールも素晴らしかったですが、えー、こちらも素晴らしいレンズですねこれはゾナー型なのかな あ、違うわ。ゾンネタールはですね、えー、ゾナー型のレンズだったんですけれども、えー、こちらはガウス型のレンズでございますね。レンズには何個かその設計の,この定石みたいなのがあって、まあ、ガウス型とかゾナー型とかあってそれ自体が名前になってるレンズもありますよね。カーールツアイスのゾナととか、あと カールタイスのディスタゴンとかですねそれ自体が名前になっているレンズもあるんですけれどもこちらはですねガウス型のレンズになっているらしいですあウェイト 187g って書いてあってここと違う 10g9g 違うこれどっちかの8か7が逆なのかなこれ宮崎工学さんの愛すべきところでですね5字があるっていう5字があるっていうのがまたねすごい僕は好きなポイントですねよく見てくださいここ。 ここ、のアポリアっていう名前のレンズなんですがこのね刻印見るとアポラになってるんですよしかもですねえ宮崎工学ということで MS-OPTICS という普段は MS-OP って書いてあるんですがこの時なぜか OT になってるんですよねなのでこの短い文字列の中に2個5字があるっていう そんなことあるもちろん大量生産になったら絶対起きないことなんですけれどもこれは本当にこのレンズをこうおとしめてるとかじゃなくてなんかこの宮崎さんという方のお茶目さというか何て言うんですかね宮崎さんという方のなんかこの懐の深さみたいなのをこの5時から僕はすごい感じてこのレンズいやこのレンズめちゃめちゃ欲しいなというふうに思っています。 っていう感じで、ぜひですね、概要欄に宮崎工学さんのサイトの URL 貼っておきますので、これね、話し始めると無限にあるんですよ。ヒストリオシリーズとかもめっちゃ良くて、ヒストリオプロットとか、もうめちゃくちゃいいレンズですよね。こ見た目はちょっとね、このペンタックステイストというか、感じなんですけれども。 改めてちょっと宮崎工学さんのレンズを見たんですが本当に全てのレンズ欲しくなるレベルのレンズですね皆さんもぜひこの宮崎工学さんのショップの URL 概要欄に貼っておきますので、えー、一つ一つレンズを見てあこんなレンズあるのかっていうのを感じていただければと思いますそしてできればですねよくそのなんか催事場とかでやっているおっきい中古カメラの販売市場みたいな時に行くとたまに出てますね宮崎工学さんのレンズ なので、そういうところで実際に触ってみると、よりこう魅力が直に伝わってくるというか、うわこれは欲しいなっていうレンズだと思います。絶対これこの動画で知った方で宮崎光学さんにはまる方一人は出てくるんじゃないかなというふうに思っています。ということで、えー、変態を紹介しようというコーナー第コーナー。 動画変態を紹介するシリーズ第1弾は宮崎光学さんでしたはい今回も最後までお聞きいただきありがとうございましたまた別の動画でお会いしましょう